魚雷の装填奥に見える丸い開口部が魚雷発射艦魚雷発射艦は艦艇から魚雷を発射させる装置である。発射口が水面上にあるものを水上発射艦、水面下にあるものは水中発射艦という艦上の構造をしており艦内に魚雷を装填、艦外へ向けた一方の口から発射する。射出中の魚雷水上艦艇及び潜水艦に 魚雷発射及び断固の目的で搭載される。また狭い水路の防備として陸上に設置した例も、少数ながらある。航空機や水上艦艇から魚雷を発射する場合は、魚雷を水中に投下するだけでも十分であるが、潜水艦においては、魚雷発射艦を用いる必要がある。これは水中において、艦内への水の侵入を防ぎつつ、 物体を艦外へ放出する必要があるためである。水上艦でも第二次世界大戦までは艦首を問わず、戦艦などにも水中発射艦が装備されていた例があったが、現代の水上艦艇では一部を除いてはあまり見られない。発射艦室後部にあるベッド潜水艦において、魚雷発射艦は最も重要な装置の一つであるが、その構造は複雑である。水中において、 魚雷を発射する際の問題点は、艦内への水の侵入を防ぐことと、魚雷発射後艦の重量バランスが変化することである。魚雷発射管に魚雷を装填した後に、艦内にゆっくりと水を注入し、魚雷の深度調停を行う。艦内への水の注入が終了したら、前扉を開く。その後に圧作空気で魚雷を押し出し、水中へ魚雷を発射する。魚雷の期間は、 スイッチにより、射出直後に始動する。なお、発射の際に用いた、圧作空気は、管外に出ると海面へ浮上し管の位置が露呈するので、管内で回収するようになっている。また、発射管内で機関を始動する自走発射式魚雷も出現している。再装填にあたっては、前扉を閉め、管内の排水を行う必要がある。このような仕組みにより、 艦内への水の侵入を防ぎ、魚雷発射後の艦のバランスが崩れるのを抑えている。魚雷発射管の装備位置は、現代の潜水艦においては前方に向けたものが、ほとんどであるが、速報や後方に向けて装備されたものもあった。魚雷発射管は先行中の潜水艦にとって数、少ない外界との交通部であり、魚雷以外にも、ミサイルや、機雷の射出、 主事のセンサーやデコイの放出、管内で発生したゴミを圧縮して、鉄板で成形して、陶器したりする際に用いられることがある。通常、魚雷を運ぶ距離を短くするため魚雷発射管の後方に保管されるが、装填作業のために、広めのスペースが確保されていることから、非戦闘時には、乗員用のベッドルームとして利用する設計もある。 フレッチャー級駆逐艦の行連装 533mm 魚雷発射艦。ギリシャアテネ近郊の博物艦船 DE-16 ベロスマーク32単魚雷発射艦水上艦における発射艦は魚雷の発射と特に現代においては装填した魚雷の保護筐体として発射艦が用いられる。発射には圧作空気により魚雷を射出する方法等がある。 初期の魚雷艇や単魚雷装備艦艇では発射艦を用いず艦上ではない射出装置などにより速報や後方に魚雷を投下する方法を取っていたものもあった水船上に装備した水上発射艦がほとんどであるが一部にはネルソン級戦艦など水中発射艦を装備していた艦艇もある魚雷は大航海時代より徴用されていた大砲の砲弾などよりも 作薬量が多く、弱い水栓下に命中して、浸水を起こす効果も大きい。方向兵器が威力に応じて巨大化してしまうのに対して、魚雷発射艦は勘弁軽量である特性を生かし、水雷戦が重視されていた第二次世界大戦においては、単装、連装や三連装、さらには高連装の水上発射艦も開発、装備されていた。 長戸型戦艦の心臓時やコロラド級戦艦にも装備されていたが、戦艦の装備としては艦の機動性や手法射程との関係よりあまり有効な装備ではなかった。そのため、長戸型では改装時に撤去している。発射艦は固定式と旋回式があり、日本海軍の駆逐艦や巡洋艦では旋回式が用いられ、ドイツ海軍の S ボートなどでは前方へ向けた。 固定式が用いられた。しかし、射程、速力ともに勝り、砲弾より、作薬量の多い対艦ミサイルの発達に伴い、水上発射艦は衰退した。日本における、水上艦艇への攻撃を想定した、水上発射艦は、巨来艇 PT-15 号が最後である。現在、アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船は、 潜水艦への攻撃を目的としたマーク32単魚雷発射艦などを装備している4連装魚雷発射艦と装填システム。ありがとうございます。